工事人法を着た五二条院の肖像青色法は、天皇が臨時祭の二技、乗り弓、湯葉はじめなど将棋の際に着用する、即体装束の工事ゴミ色の方のことである。青色法、制白土地法等とも言う。工事人は工事カビの禁止の色と言われ、古くは、主来の王皇の六服の一つ、マリゴロモの古中に、これは構造服で、色はマリ人のようであり。 クワの葉の生え始めをかたどっているとあり、中国においては黄色系の色であったと言われる。日本では平安時代の九世紀末から幼霊が見られるが、遅くとも十世紀半ばの西の宮城の頃には青白土地と同色とみなされ、青系の色であった。高事人の色を単に青色とも言い、後には山鳩の色と近いことから山鳩色とも呼ばれた。 平安時代前期以降、天皇、皇太子、上皇、進家の着用例が見られた。特に正月内縁、農業校では、天皇が赤白土地、進家が青白土地を着用する例が見られ、男同家の方に着用されるなど、晴れの儀式において一回に関わりなく着用したものと思われる。平安時代後期に入るとこれらの儀式も衰退し、 進化が揃って着用するということもなくなった。平安時代後期以降の例によると、天皇はカモノ、岩清水臨時祭児土質魚など限られた機会に着用している。室町時代初期の書によると、文様は端染め語法と同様の切り竹法を分であり、文様を折ってから後染めした。臨時祭が中絶した室町時代後期に断絶したが、 江戸時代の臨時再復興に再始再興された。これ以降、文様は恥染めご法と、全く同型同大の、京緑抜き機の先染めの片折物を使用。一般の方が、近世中期以後記事の理面を表に使うのに対し、青色ご法では表面を表に用いる。裏地は、山品家が、木ひらぎぬを、高倉家が素尾ひらぎぬをそれぞれ用いた。夏も、茶を用いず、 冬と同様の片織物とし、単に仕立てた。皇太子は読書はじめに着用し、近世の例では、大二法と同様のおしまる分の興味取り抜き機の浮き織物とした。近世の早い時期において、皇日の蔵人の皇子人法と同様の、ボタンから草にお長取り分浮き織の記事の方に、とも列の帯を天皇、東宮が着用していることが、遺品からわかっている。上皇は、 平安時代後期から鎌倉時代に天皇の行行を迎える時などに着用した。近世では菊か唐草の興味取り抜き機の記事が用いられ、赤色法や土地法と共に長信霊がある。進化の着用例としては、六位唐人の使用が代表的なものである。中世以降、ボタン唐草にお長取りの文様の浮き織物が用いられた。平安時代後期には、 側帯、宝庫、遺憾もに着用したが、近世ではもっぱら即帯に着用した。近世には6位蔵人の宝庫や、遺憾の着用自体が稀になり、側帯での出資が普通になったからである。中世には4人の6位蔵人のうち、行行では3人まで着用できるなどの慣例があったが、これも近世では極老1人のみが着用した。なお、天皇、 上皇が皇事人法を着用しているときは、蔵人は遠慮して皇事人法を着用しなかった。また、近世では、慶安の朝金行行では、大臣の着用例がある。近代に至り、臨時祭の廃止により、天皇が着用しなくなり、六位蔵人の姓もなくなったため、現在では着用されていない。ありがとうございます。